はい、次は3対3をやります。で、ディフェンスにちょっと負荷をかけるので、ディフェンスは手を使うのはなしで足だけで守りに行きます。そんで3人でパスを回しながら、誰でもいい、誰でもいい、誰が1対1入ってもいいからパス回して、1対1きっかけでずらすのか、勝負に行くのか、ずらすのか、もう一個勝負に行くの、もう一個ずらしていくのかっていうのを普通に3対3やって、OK？ ただ1対1できっかけでパス回しの中で、そうや、ナイスナイスナイス。ディフェンス適当に変わりながら、ナイス、そうや、ナイスナイスフェイント、ナイスフェイント、そうや、ナイス、ナイス、ストップ。今の子たちさ、ここの子がきっかけ作ったじゃん今で、ここの子がきっかけに入って、まあ、センターいて、4号が特に結構ポジショニング大事で、4号がちょっとでも今みたいにいずれ遅れる位置を取ると、うまくずらしてきてもずれないから、ここの例えばここがクロスアタックする行くとするじゃん、そしたらこっからもらえるような距離も取りながら、でも入りすぎるといけないから、ここでうまく状況観察、こっちの状況もっと観察して、こうなったらもう なんていうの、ここで一列になっちゃったらもうずらし攻撃はもうほぼほぼ無理で、ちょっとだけこういう三角形、こういう感じの角度つけながら、常にこうやってずらし、いいよ、ここでこうやってずらしできるように、常にここが始まったとしても、ここもしっかり準備しとかないとっていうのを3人がこうなんて言うんだろう、連動してやってって、 OK？ はい、タイミング取るんやで、一瞬のタイミング、そうや、ナイスプレー、ナイスプレー。